ノラドのサンタ追跡は、クリスマスをテーマにした毎年恒例のプログラムで、クリスマスイブの夜に子供たちにプレゼントを届けるという使命を帯び、北極から世界の上空を飛行するサンタクロースの追跡を行う。プログラムは毎年12月1日に開始されるが、実際のサンタ追跡は12月23日シニアに始まる。北アメリカ航空宇宙防衛司令部による、 任務活動の一つであり、1955年から毎年実施されている。ノラドはレーダーやその他の技術を使用してサンタを追跡するとしているが、このウェブサイトはサンタの飛行経路のシミュレーションであり、事前に決められたサンタの位置情報をユーザーに表示している。このプログラムは百九十七年九月の座山社説、イズ・ザ・エーサンタクロースの一説。 イエス、バージニアゼアイズエーサンタクロース以来のサンタは実在するとする伝統にのっ,とっている。1955年、アメリカの百貨店シアーズは、ノラドトラックスサンタプログラムにつながる、誤った電話番号を広告に掲載したサンタ大佐ことハリー・シュープ大佐1948年12月24日、アメリカ空軍は、北への早期警戒レーダー網が、 180度に向かう14000フィート8匹のトナカイを動力源とする一つの正体不明のソリを検出したと主張する声明を発表。AP 通信はこの報告についての記事を配信し人々に伝えた。米軍がクリスマスイブにサンタクロースのソリを追跡することについて声明を発表したのはこれで一度きりとなった。このプログラムは 1955年12月24日の年次イベントとして、ノラドが実際に設立される前に始まった。シアーズ百貨店は、コロラドスプリングスの新聞、ザガゼットに子供向けの広告を掲載し、サンタクロースの電話番号として ME2 から6681を掲載した。一桁数字が誤って印刷されたため、コロラドスプリングスにあるコンチネンタル、 防空司令部センターに電話がかかるようになってしまったとされる。コナドと戦略航空軍団司令部を直接つなぐ赤い電話と呼ばれるホットラインに電話がかかり当直司令官であったハリー・シュープ大佐は最初の電話に応答後でサンタクロースの現在の場所を電話をかけたすべての子供たちに教えるように部下に行ったとされている。シュープ大佐は子供たちに対して 不機嫌に反応したため、子などにサンタクロース関連の電話はかからないようになった。1955年の出来事のきっかけは、11月30日にシアーズの広告で提供された電話番号からサンタと話そうとした子供が番号を誤ってダイヤルし、代わりに子などのデスクでシュープが応答したことだった。しかし、その12月にシュープ大佐の部下が身元不明の航空機を 追跡するために使用されるボードにサンタの写真を置いたとき、シュープ大佐はコナドの広報の良い機会だと感じ、コナドの広報担当官であるバーニー・オールドフィールド大佐にコナドがサンタのソリを追跡していることを報道機関に知らせるように依頼した。報道機関へのプレスリリースではコナド、陸軍、海軍、及び 海軍航空隊はクリスマスを信じない人々からの攻撃の可能性から米国へ往復するサンタとソリを追跡し保護し続けますとの一文が上記の内容とともにオールドフィールド大佐によって付け加えられたその後の数年間で毎年恒例のイベントがどのように始まったかという伝説が変化し始めた1961年までのシュープ大佐の物語は彼が 子供たちに対して不機嫌になっておらず、代わりに彼が電話で子供に自分がサンタクロースであると伝えたというものだった。シュープ大佐は家族と話し合って後で話を付け加え、子供たちが赤い電話へダイヤルしたと付け加えた。しかし実際のホットラインは戦略航空軍団司令部に接続されており、外部からは誰もダイヤルすることは不可能だった。なお、 ショープの机の上の電話に子供たちが電話をかけるようになったのは、子供たちが偶然間違って電話したからではなく、戦術の広告の誤植によるものである。また、1955年のクリスマスイブに複数の子供たちからの電話が殺到したことが始まりではなく、11月30日にたった一人の子供から電話がかかってきたことが発端である。シュープ大佐は、 サンタ追跡のふりをし続けるつもりはなかったが、1956年、オールドフィールド大佐は、AP 通信と UPI 通信が子などが再び、サンタクロース追跡についての報告を待っていると知らせた。シュープ大佐は、オールドフィールド大佐が再びそれを発表することに同意し、毎年恒例の伝統が生まれた。1958年、北米航空防衛司令部が、 大陸防空司令部から3多追跡報告の責任を引き継ぎ、年月が経つにつれて報告はより複雑になった。例えば、1960年12月24日、カナダのケベック州セントヒューバートにあるノラド、北部司令部は間違いなく有効的であると特定したエスクラウスが運用するソリの定期的な更新を提供しました。夕方、ノラドはソリが ハドソン湾の氷に緊急着陸したと発表。続けて、カナダ空軍の溶撃機が、トナカイたちの前足を包帯で包んでいるサンタの様子を発見したと発表した。また、彼が旅を再開した時に、カナダ空軍の戦闘機が彼を護衛したとした。1981年、北米航空宇宙防衛司令部に改名されたノラドは一般の人々に向けて、 サンタクロースの想定される飛行経路の進捗状況に関する最新情報を入手するためのホットラインの電話番号を公開した。現在、ノラドはプログラムを可能にするためボランティアに依存している。各ボランティア一人数とは1時間あたり約40件の電話を処理し、チームは通常200を超える国と地域からの1万2000通を超える電子メールと10万件を 超える電話を処理する。これらの問い合わせのほとんどは12月24日の午前4時から12月25日の深夜までの20時間に行われる。また、インターネットユーザーがプロジェクトにアクセスできるようにするために noradsanta.org というウェブサイトも設立された。2007年12月以降、Google Analytics が ウェブサイトのトラフィック分析に使用されている。この分析結果をもとに、プログラムの円滑な実行のために、クリスマスイブ当日のボランティアスタッフ、電話機、及びコンピューター機器のニーズを予測、計画する。なお、ボランティアには、ノラドの軍人及び民間人が含まれる。2014年、ノラドは10万件を超える電話に対応した。2015年には、 1200人を超える米国及びカナダの軍人が電話受付のスタッフを志願した。2018年にはアメリカ政府の閉鎖が実施されたにもかかわらず、1500人を超えるボランティアが電話受付オペレーターとして配置された。2019年12月、noradsanta.org のウェブサイトには890万人の訪問者があった。2020年、 ノラドはナインティー9のパンデミックが続いている最中でもサンタ追跡を継続すると発表した例年よりも限られた数のボランティアスタッフが電話オペレーターとして活動しサンタ追跡ホットラインに電話をかける一部の人々は自動音声でのメッセージを受け取る2007年に電話に応答するノラドボランティアノラドのサンタ追跡プログラムは常に 様々なメディアを利用してきた。1950年代から1996年まで電話のホットライン、新聞、ラジオ、蓄音機のレコードおよびテレビによる広報活動が行われた。北米の多くのニュース番組ではクリスマスイブの天気予報のコーナーの一部としてノラドトラックスサンタが取り上げられている。1997年以来このプログラムは インターネット上でも広く知られるようになった。モバイルメディアやソーシャルメディアがコミュニケーション手段として普及し普及するにつれて、これらの新しいメディアもこのプログラムの広報活動に採用されている。ノラドトラックスサンタウェブサイトとそのレイアウトはインターネットテクノロジーの変更およびその年のパートナーとスポンサーの変更により、1997年から 現在にかけて変更されている。2008年9月、ノラドは、ソーシャルメディアでのプレゼンス強化の一環として、ツイッターアカウントノルアドサンタを開設した。2004年から2009年までの間、Google Earth をダウンロードするためのリンクと、ダウンロードするための KMZ ファイルが提供され、サイトにアクセスした人々は、Google Earth でもサンタを追跡できた。 2009年から2011年まで Google Earth での追跡はノラドトラックスサンタサイトのみで表示され Google Earth の KMZ ファイルは提供されなくなった2011年 iOS および Android アプリを提供このアプリはアップデートと a n g リーバ b ズ r s に似たゲーム機能を備えていた1月中旬から11月30日までにノラドトラックスサンタのサイトにアクセスすると 12月1日に戻ってきてねとのメッセージが表示される。12月になってから利用可能なすべての機能を備えたノラドトラックスサンタのウェブサイトが公開される。12月24日クリスマスイブになるとノラドトラックスサンタのウェブサイトのビデオページでは通常異なるタイムゾーンごとにのシーンや1時間ごとに更新される。サンタカムのビデオは 有名なランドマークの上を飛んでいるサンタの CGI 画像を表示する。各ビデオ画に添付されたボイスオーバーでは2011年のクリスマスシーズン終わりまでノラドの職員による映している都市や国についての説明が行われ2012年になるとナレーションはアメリカ空軍軍楽隊によって演奏された音楽に置き換えられた。2013年のクリスマスシーズンにはナレーションに 戻った。有名人によるナレーションも行われている。ロンドンのサンタカムビデオでは、ジョナサン・ロスが2005年から2007年までナレーションを行い、リンゴスターが2003年と2004年に同じビデオのナレーションを担当した。2002年、アーロン・カーターは3本のビデオのナレーションを担当した。一部のサンタカムビデオに描かれている場所とランドマークは、 何回かにわたって変更されている。2009年には29本のサンタカムの映像がウェブサイトで配信された。過去数年間で24から26のビデオが投稿されている。2012年以来、アナリティカルグラフィックス社はセシウムプラットフォームを使用して以前よりも正確な全球地形と衛星画像で サンタの位置を視覚化するための 3D マップを作成、提供した。ノラドは2013年のクリスマス、19億5800万件の問い合わせがあったと報告。クリスマスイブ、ウェブサイトには100万人の閲覧者が訪れ、1200人のボランティアが11万7371件の電話に応答した。ツイッターのフォロワーは14万6307人。 フェイスブックでのいいねの数は1億4500万回だった。同年、ノラドはマイクロソフトと契約して、ビングマップスの 2D マップを利用することに決め、グーグルとの5年間の契約を終了した。2014年、ノラドはサンタ追跡への約2000万回の問い合わせ件数を記録した。元ファーストレディのミシェル・オバマ夫人は、ノラド・トラックス・サンタ2016の一環として、 全国の子供たちと電話で直接話した。ノラドトラックスサンタは企業スポンサーに依存しており、アメリカ国民、カナダ国民のどちらの納税者からも資金提供を受けていない。ニューヨーク空軍周辺の北東部防空セクターや、コロラド州フォートカーソンにある米海軍予備海軍、情報局線118などの米軍やカナダ軍部隊が広報活動を行っている。 アメリカ航空宇宙局や海洋大気庁などの他のアメリカ合衆国の機関も広報活動を支援している。元ファーストレディのミシェル・オバマ夫人は2009年から2016年までプログラムに参加し子供たちからの電話に直接対応した。マニトバ大学の歴史学教授であるジェリー・ボーラーによるとノラド・トラックス・サンタプログラムは何 世紀も前のサンタクロースの物語に現代的に追加された数少ない物語の一つである。ボーラーは、このプログラムはクリスマスイブに旅行するサンタクロースの物語の本質的な要素を取り入れ、技術的なレンズを通して、それを見ると述べ、サンタクロースの伝説を現代にもたらしたと評価している。ありがとうございます。